プログラム責任者のウィリアム・エンプソンです。向かって右にシリア領の山が見えるでしょう。ここはレバノンのベッカー高原。シリアと行き来するための出入り口のような場所で、現在は地域人口の実に半数を難民が占めています。多くはテント村や避難所や建築中の建物に住んでいます。レバノンの政策により基本的に難民キャンプの設置が認められていないためです。そのため小さな集団に分かれ、劣悪な環境で暮らしているのです。難民には電気もなく水道もありません。そしてご覧の通り、このベッカー高原の冬場はとても寒くなります。その上、レバノンでは難民は一切の法的権利を認められていないのです。働いて社会に溶け込むこともできません。シリア内戦が始まった頃からの難民が多く、財産も使い果たし、人道援助だけが頼りです。心理的な負担も大きいのです。またベッカー高原の地元のレバノン人も貧しい暮らしを強いられている人が相当数に上ります。レバノン人全体でも4人に1人がそうした弱い立場にあります。そこに大変な数の難民が気の身気のままでやってきたのだと考えれば、きっと現状をご理解いただけるでしょう。